宿題。質問。勉強。試験。教室。運動。番号。合計。荷物。交通。家に帰ってから宿題をしました。わからないから先生に質問しました。毎日2時間勉強します。明日、試験があります。学生は教室で勉強しています。週末、運動します。電話番号を教えてください。合計はいくらですか？荷物が重いです。交通ルールを守らなければなりません。
宿題、質問、勉強、試験、教室、運動、番号、合計、荷物、交通。